この歌があったから今ここにこうやってステージに立ててると思ってる。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、正直言ってこれしかないんですよ、僕は。Oh
ありがとうございました。ご登場の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。